どうも皆さんこんにちは、ひとり親方です。今日はね、これね、ロープの末端の処理、ちょっとおしゃれにっていうことでね、変わった模様ができるセールメーカーズホイッピングっていうね、ロープワークを皆さんにご紹介します。以前にねご紹介したサクタン止めと違って、この後ろにね、後ろっていうか表か、こういうね、よりに沿ってこうラインが入るっていうおしゃれなロープワークになります。じゃあ早速やってみましょう。まず頃合いのところまでよりをね外していきます。で、外すときにこの一本一本、ストランドって言うんですけど、ストランドにもよりが加わってますので、これがねばらけてしまうことがないように注意しながら丁寧に外していってください。この辺かな。はい。で、次に細い紐を準備します。これ僕60センチから70センチぐらいのね細い紐使ってるんですけど、それを一つかけて、こうね、かけて、で、対角っていうのかな、こういう感じでね入って、で反対側にこう出てくるようにしますね。でちょっと引っ張っておいて、ここの長さはね、これがね変わるぐらい長さに置いておきます。でこれができたら、このストランドをね戻していきます。ちょうどねこういうふうにロープの間から紐がね出てくる状態にしますね。次に紐をね巻いていきます。これ長い方をね巻く方向は、よりの回転に対して反対側、理由については、以前にね、サクタン止めで説明してますので、そっちの方を見てくださいね。はい。で巻いていくんですけど、テンションが緩まないようにしっかり引きながら、隙間も開かないようにね、こう順番に巻いていきます。どれかな、最後ねちょっと結ぶので余分に紐があった方がいいですね。でここまで来たら、次はこのね最初に折り返し出した部分ですよね。これを通すんだけどちょっと戻しますね、こうね。でこの、なんていうんですか、よりのね、ストランドの線に沿って、こういう感じで、かけていきます。こうね。はい。今度は線が入るでしょ。で、それを、最初に引っ張ってきた紐で、ぎゅーっとこう、引いて締め込んであげます。ぎゅーっとね。締まるでしょ。で次にこのさっき締め込んだ紐を同じようによりに沿って出てきますね、こう。で最後にこの真ん中のところにお互いの紐をねこう出してきて、でこれを本結びで結んで留めるんですよ。そうやな、多分2回かけた方が引き締まりがいいんじゃないかな。こういう感じで入れ込んで、でギューッとね締めます。でもう一回二重にかけて、締めてやると、いい感じですね。でこの余った紐はもう必要ないので、この際のところでね切っておいて、どう、いい感じでしょ。この線がおしゃれですよね。で色をねちょっと足して遊んでみたらどうかなと思いましてね、よりがもうここから、あとはもうこれね、もう余分なロープになっちゃうので、僕はもうこれも処理して切っちゃいます。できました。
いい感じですね。皆さんもぜひやってみてください。チャンネル登録をしておくとツールとしていつでも見ることができます。ひとり親方のブログでは後日談など動画で言えなかった情報が満載。 Twitter では毎日何かしらつぶやいています。動画の説明欄からそれぞれ確認することができます。最後までご視聴ありがとうございます。